皆さんこんにちは、のってんです。わん、はい、今回はですね、じゃん、このふわふわの丸がトマさんとキツネさんになるっていうね、かわいいサプライズとやったんですけども、なんとなんとじゃじゃーん、これの巨大版を見つけたので、今回こちらを紹介したいと思います。イエーイ。でね、この前はね、丸がこうやってぬいぐるみになるよっていうやつだったんですけど、今回のはね、ぬいぐるみとか文房具とかも入ってるみたいなんですよ。ってことでね、どんな子が出てくるのか早速開けてみましょう。わ、でかでかでね、今回はなんか買うときに何のぬいぐるみになるかっていうのがね、選べる感じだったんですよ。でもね、せっかくサプライズトイなんで、何が出るかお楽しみしたいなと思って、カエルくんにね、選んで買ってもらいました。だからね、中にどんな子がいるのかわかりません。楽しみでね、この中に入ってる人形が1匹か2匹みたいなんですよ。これはね、もう2匹生まれてきたらラッキーってことかな。うわー、3匹生まれてこないかなじゃあね、早速開けていきましょう。わーわー、早く遊ぼうよよし、じゃあまずはこう外して、お、外せんのかなこれ。あ、どうぞどうぞ。わー、すごい、見て、綿菓子、なんかね、綿菓子型って書いてあるんだけど、アイスクリームに見えるよねで、ここも外すのかな。よし、取れるかな。じゃんじゃじゃーん、しぽっ。おー、あ、これあれじゃん、交通整備とかできる。よし、うわ、なんか蓋みたいのがある、蓋みたいな。これを取ったら出てくるって感じかな。もうね、これめちゃくちゃ可愛いから本当に楽しみ。この撮影がずっと楽しみだった。ほうほう、ペッ。よし、じゃあね、ここを取っていきましょう。ペッ。おお、なんか丸っこい、なんか出てくる。うわ、なんか痛そうだな。ちょちょちょ、ごめんねごめんね、ちょっと痛いかもだけど。よし、じゃあこの丸をね、取っていきます。うわー、すごい。もう大丈夫か。体内にすごいものが埋め込まれている。ボン。わー、すごい、手榴弾が出てきた。これじゃあね、ちょっと最初に開けてみようかな。せーの、バーン。せー、あ、開いた。冷静に考えよう、冷静に考えよう。はぁ、かわいい。待って、もうすでにかわいい。わぁ、わぁ、すごい、生まれた。すごい。お母さん頑張ったね。双子がいたんだね、お母さん。ありがとう。え、どうしよう。ちょっとこれは、もうかわいいやつだから、ちょっと後に取っといて。まずね、これ、この袋の方から開けてみましょう。わぁ、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 2匹生まれてきた。こっちには何が入ってるか、パンパラーン。お、すごいすごい、なんかいっぱいいっぱい薄っぺらいのが入ってる。6個入ってました。じゃあ1個ずつ開けていこう。これから、せーの、じゃーん。お、なんだこれ。わ、かわいいかわいい、メモ帳だ。ニコニコメモ帳とピンク色のペンかな。で、柄もかわいい。わー、ちょっと書いてみようかな、どんな色だろう。お、ピンク色だ。蛍光ピンクみたいな色。すごい綺麗。はい、1個目の袋はニコニコのメモ帳とピンク色のペンが入ってました。かわいい。よし、じゃあ次これ。なんだろう、これ薄っぺらいよ、かなり。せーの、ポン。なんだ？わ、わ、わー、シールかな？これシールだ。アイス持ってる。なんだこれ？ワンちゃん？ワンちゃんかな？いやね、でもね、前回ワンちゃんかと思わせてキツネとクマだったからね。基本的にワンちゃんっぽいんだよね、みんな。で、これはネイルシールですね。うわ、どれも可愛い。アイスとかね、ワンちゃんみたいなやつがいっぱいいます。可愛い。で、最後のが説明書的なやつかな、ラインナップか。あ、この3匹が、ウサギさんと、猫ちゃんと、あ、ワンちゃんだ。ザ・ジャイアントドッグって書いてある。本当のワンちゃんがついに来た。よし、じゃあ次これ。ポンチュクーン。ポンチュクーン。さあ、何かな？バーン！お、お、お、プラスチックのキーホルダーだ。かわいい。めっちゃ美味しそうにアイス食べてる。お腹壊さないようにね。よし、じゃあね、次これ何が出るかな。じゃん。お、なんだこれ。あ、これあれだ、前回も入ってたチェーンが3本とプラカードみたいのが3枚入ってました。3人分だ。お母さんと子供と子供。わ、かわいい。ちょっと1個ずつ見ていこう。これがまずお母さん、ニコ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 、ペロ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 舐めてるね。で、次は子供 A かな。子供 A は頭にアイスが乗っちゃってるで、子供 B、 アイスを振り回してるって感じかな。よし、じゃあ次これ、タンタカタン。じゃん。お、おお、あ、これタトゥーって書いてある、なんか体とかに貼れるやつ。もうこんなの貼ってる子いたらね、萌え萌えキュン。
じゃあ最後、じゃーん、あ、わー、缶バッジじゃないクリップだ。見てこんな感じ、いい、かわいい。裏はこんな感じのクリップになってます。おお、じゃあね、皆さんお待ちかね、まずはこの子たちご対面といきましょう。よし、じゃあね、この子からいくぞ。みんな頑張れ頑張れ、頑張って生まれるのよ。もーでね、ここにね、リボンがついてる、かわいい。わあ、ちょっと色が違う、この前出たキツネさんよりほんのり薄めのピンクって感じ。え、めちゃかわいい。じゃあね、この子、この子はどんなの子の口が、あ、頑張れ、うーん、せーの、ポン。わこの子もピンクだ、耳が大きなタレタレの子、なんかなんかつけてる、なんだこれ、よだれ拭きみたいなやつ、なんバンナナかな、男の子かもしれない、この子はバンナナつけてる垂れ耳のワンちゃん。やっぱ双子だからね、色が似てるね、この前出たキツネさんと同じ色だ。かわいいってかピンクばっかだな。はじめまして、はじめまして、よろしくよろしく、わー。はい、ということでね、この子たちは仲良くなったので、このね、ジャンボお母さんひっくり返していきましょう。さあ、どんなお母さんか、どうしよう、お母さん、よっ、せーの、モフ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 、おー、ピンクと黄色、モフ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 、わー、待って、かわいい、かわいすぎる。見て、ワンちゃん、お母さんワンちゃんが生まれました。うわ、やば、もう大ボリューム、もっちもちなのね、足足、ワン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 、かわいいよ。尻尾はこんな感じ、もう本当にワンちゃんみたいだね、ヘロヘロの尻尾があります。で、全体的には黄色とピンクかなのお母さんワンちゃん、ワン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 、ペロ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 、ワン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 、ということで、今回はこんな感じの子たちが出ました。わいかがでしたでしょうか。一気にね、大家族になってもう幸せです。中から出てくる子たちとか、お母さんもね、ふかふかでめちゃめちゃに可愛いし、文房具も全部可愛くておすすめなので、よかったら皆さんも買ってみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではじゃあねー。この子はどんなの子の口が、どんなの子の口が。